ちょっと教えてもらったところは行くにしろ、私なんか気になったもの、さっきの串だったりとかっていうのをちょっとポンって食べてみたいと思う。私もね。あ、すごい。どうしたの突然。ポテトプライス。うちの店はね、自分からね、売り出してこないっていう。そう、わかる、わしも思ってる、うん、客から勝手に来る、勝手にね、客が来る人気店はね、客引きしないっていう法則に気づいたんですよ。そうなんだ。客引きの、そんな時間もないだろうね。はい、だから、こうやって声をかけてくるところはちょっと注意してみないとね。なるほど。本当だ。バタさん履いてそう。本当だ。かわいいこれ。ああ、着てそう。完全に似合う。完全に着てそう。うわあ、痩せたら着たい。そう。なんでよ。可愛い。こういうのとかも、こういうの色ちょっと入ってるのかわいい。私もこういうの好き。これ履いて。好きなんだよな、こういうの。でもそろそろ卒業しなきゃって思いながら。可愛い。好き。私似合わないからさ、羨ましいんだよ。え、似合いそうだよ。いや、これ私には似合わない。可愛いようだよ。可愛いよ。前から思ってたんだけど、可愛いようって。美佐子語？麦。麦語なの？あ、そうなんだ。これすごい。かかとが。ね、台湾製なの？かわいよー。かわいよー。でもさ、うちがこうやってさ、何年か前の麦のさ、もうブームをさ、ずっとやり続けてたらさ、全然違うことを今言ってたりする。そうだね。あ、言ってた。変わってるけど。あ、当時言ってましたね、ザヨンは。でもさ、もうそれ終わってますよとか言われて。え、まだ可愛いを使ってるんですか、見たくない。パクやることで。え、どういう。見たくない。紀元前のやつです。見たくない、古い。まあ、サポさんはキープヤングですよね。キープヤングね。
前であるわけじゃないからね。あなたがこの辛いソースがね大事でしょ。大事。取っていたところに、いやもうこれやばいね。絶対左だよ。絶対大きいでしょ。ニンニク大好きマンですか。はい。ニンニクと醤油でしょ。はい。いや神じゃないですか。神です。濃い。Thank you。じゃあこれを3人で分けるんだけど、わしは辛いのだけ。ニンニク乗せます。乗せます。だってニンニクあるんだもん。乗せます。めっちゃニンニクの香りするこれ。すごいわ。めっちゃ強いねニンニク。ね。はい、ニンニク乗せました。ペタペタにしちゃった。ペタペタ。はい、これねめっちゃ暑いからね。離れましょうか。離れよっか。暑いんじゃろ？関係ない。うん、音多分するよ。めっちゃおいしい。待って、そのままあのなんかワンタンよりはちょっと皮が厚いのよ、ほら。うんうんうん。え、なんだこれ、お肉かな、なんか私、エビのすり身だと思ったんだけど、うん、ちょっとその八角の香りがする。ふぃ。今ソースかかってないとこ食べたんだけど、ソースとこ食べた。ドリトスの辛い味にすごい似てる、この感じがすごいドリトスっぽくて、この辛みがすごい、めっちゃめっちゃ美味しい。美味しそう。どうぞ。じゃあ私もいただきます。絶対熱いやんね。思ったよりね熱くなかった。あ、本当？いただきます。私はガーリックソース選んだんですけど、ニンニクの香りがあって、もう食欲増進、もうビール飲みたいです。いや、ビールだよね、ビールだよね。いただきます。美味しくて逆ギレし、逆ギレしてしまうほど飲まへん。美味しいよね。なになにこれ。美味しいよね。うん、素敵。じゃあお楽しみにしてたハマーさん。はい。はい。ペッコリ開けすぎるとあれだから。まじで。はい。うまい。やっぱね、八角の香りがすごく全部してて、普通の卵だから普通の卵よりちょっと弾力があるんだよね。めちゃくちゃ美味しい。弾力があるんだ。本当触った感じすごい。硬い。あ、本当だ。ちょっと固めのグミみたいな。うん。あ、匂いは八角の香りですね。いただきます。うん、あ、美味しい。美味しいよね。マジか。私、うずらの卵苦手なんだけど、これは美味しい。なんか、中までさ、すごいしっかり黄身が入ってる。うん、味もね、するよね。これ、わからない。うん、え、やっぱりわからない。こんなに黄身入ってるもの？うずらって。あ、そうなんだよ。黄身多くない？多くない？多く、多いっていうか、大きいよね。ね。白身がほとんどない。ない。不思議な。あ、ビールだわ。でしょ。いやでも白米もあり、うん、いいのよね、お酒のつまみに。白米に海苔に卵みたいな。へえ。ガーってなりたい。ね、うまいじゃん。うまいのよ。あれ違う、ね、なかなかね、食べ比べる機会がないからないね。あそこはいつもお客さんがいっぱいだから。
物語ってるよ。絶対やけどする。絶対熱い。それは絶対熱い。まだ。そうね。でももう美味しい。本当？うん、ここがめちゃくちゃ美味しい。ここ。あめちゃくちゃ美味しい。カリカリだ。この焼き方とかめっちゃ美味しい。ちょっと肉頑張るね。うん。絶対熱いから気をつけな。あまあまあまあ。あとあとあと。湯気が。熱い。